これがうまいんじゃー。納豆入れるととろみがついてくるんです。えのきもね、とろみがつくんですもん。ブンブンハロー YouTube。 どうも、リュウキンです。ということで、何やらコメント欄がありそうですけども、今回はですね、締めに向かって行ってるんですね、私はね。なぜかというと、この間に僕4本撮ってるからです。ということは今回5本目なんですね。僕締めにほら焼きそばとかご飯とか食うじゃないですか。ヘルシーな締めにしたいと。なぜかというと、ウェイトが気になる。毎回の動画で、リュウさん太りましたかって毎回言います。でもこれだけ言わせてください。全く体重変わってないです。多分前日飲みすぎてめちゃめちゃむくんでる時です。今回はですね、超ヘルシーレシピでございます。納豆汁ですね。皆さんご飯吸えます。本当に今回は納豆を使ったお味噌汁、皆さんと優勝していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料の紹介をいきたいと思います。まずですね、今回の素材はね、超簡単。まず納豆1パック、これ小粒なんですけども、本当のおすすめ引き割りだから今回ちょっとね、砕こうと思ってます。はい、でえのき、本当のレシピだと4分の1なんですけども、今回半分 100g のえのきを使います。豆腐が 150g の、1パックですね。あとはもうほぼない、大丈夫。汁物のえのきっちゅうのはこの石突きを取ります。でここね、ちょっとつながってるんですね。ここつながってるので、このまま切っちゃうと、結構つながった状態になっちゃうんで、こうね、包丁でサクサクとね、ここら辺をね、こう分かれさせてあげるといいです。汁物なんで本当にね、2、3センチぐらいの長さで切ってた方がいいです。そうするとね、他の具との馴染みが良くなりますんで、これぐらい細かく切ります。ちょっとね、引き割りっぽい方が味噌汁に馴染むんですよ。小粒納豆も叩いていけば引き割りになるんですよ。粘りと、あと口当たりがね、すごく良くなります。味噌汁には引き割りが合います。何がダメかって、まな板に匂いがつくのがダメなんですよ。それはね、後で頑張れば大丈夫なんで、頑張りたくない人は引き割り買ってください。引き割りに近づけていきます。これやることによって結構こうね、味違ってきますよ。鍋を用意しました。小鍋で大丈夫です。ここにですね、ピン豆腐をね、ちょっとね、こうスプーンで繰り出してやっていきます。えのき入れてください、これね。はい、で 300cc 入れます。はい、で沸かしていきましょう。大さじ2って書いてますね。大さじ2入れたら濃いんじゃないか、大丈夫かな。いいか。はい、大さじ2です。一回沸かしていきます。僕も相当太りやすいんですけども、頑張ってやってます。なぜかというと、僕太らないレシピも出してて、僕が太ってしまうと、お前太らないって言ったじゃんって言われるので、年を取るごとに非常に痩せるのが難しくなってくる。このチャンネルで言うと、25歳から34歳の方々が一番よく見てくれてるんですけども、本当これだけは幸せです。すぐに来るわよ。沸いてきたら火はね、弱くしていただいて、味噌大さじ1半結構ね、結構入れますね。結構濃いレシピだな、これな。多分僕がご飯のお供にしようと思って作ったんだと思いますね。これはね、結構濃い味になると思いますんで、皆さんね、加減してください。弱火でね、こう溶かしていきます。味噌を入れたら煮立たせちゃいけませんよ、皆さん。で、プツプツいってきたら火止めます。ざっと入れてください。はい。で、溶いていきます。これがうまいんじゃー！納豆入れるととろみがついてくるんです。えのきもね、とろみがつくんですよ。納豆をあったかいもんに入れると必ず言われるんですよ、納豆の栄養素が壊れるって。何度も言われたんですけど、これだけは言わせてもらいたいんですけど、火を入れることによって死ぬのって納豆キナーゼっていう酵素だけなんですよ。その酵素以外にも納豆ってものすごい栄養素が入ってるんで、気にしなくていいです。そんなこと気にするんであれば、火を入れてもっと納豆を食べやすくして、もっといっぱい納豆食った方がいいです。納豆キナーゼ殺して、もっと納豆食えっていうことですね。はい、こんな感じで小ネギですね。小ネギあったらね、2倍は OK なんでね。はい、ヘルシーで栄養素もたっぷり、納豆汁の完成でございます。はい、ではできたんですね。早速食べていきたいと思います。いただきます。日本酒じゃないとダメなんじゃ。
最高の組み合わせですからね。納豆汁で水晶を飲むっていうね。いただきます。めっちゃめちゃ美味しいです。納豆が非常に効いてる。普段のお味噌汁としてですので、であれば 350cc 50cc 足してください。これはね、完全に酒飲みの味噌汁になってます。うまいんじゃ。このとろみを、納豆の付属のからしちょっとね入れて、からしめっちゃ合います。これやぞ。俺もうしまった、スタッフチャンス。ちょっと入れるわよ。無類の納豆好きなんですよ、このたっくんはね。いただきます。はい、本当に納豆大好きなんですよ。知ってます。居酒屋行くと納豆料理しか頼まない。家で死ぬほど食ってんのにね。はい、いただきます。召し上がってください。うん、めっちゃうまいですね。やっぱり納豆大好きなんですけど、一番かもしれないです。一番、いやもう本当に結構一番。やっぱり汁にするとこんなうまいんだっていう。結構何でも入れるんですよ、納豆は。パスタにも入れるし、トーストにものせるし、確かに確かに、ご飯にもかけるみたいな。汁っていう発想はやっぱなかったんで。納豆何回も食べてきた、もう1億ぐらいは。たっくんありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。この納豆汁の美味しさ伝わりましたね。ゲストに食べてもらうとね、伝わりますね。本当にこれはうまいです。ぜひお試しください。納豆大好きなタツだ。タツヤとテツヤってさ、あ、紛らわしいからもうニックネームつけようよ。もうニックネームつける。横でちょっと、タツヤはタックン。あ、タックンだ。タックンでいいです。